こんにちは、ミニマリストのぞみです。このチャンネルではミニマリスト歴8年の私が物や家事を最低限にして自由に使える時間を最大化するコツを発信しています。ボイシーでも毎日発信しておりますので、気になる方は概要欄から聞きに来てみてください。今日は服の見直しポイント7選についてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。衣替えのタイミングでクローゼットの服を見直したいという方はぜひご覧いただけたらと思います。そろそろ気温も下がってきて、夏服を秋冬服へ変えるという方もいらっしゃるのではないかと思います。この衣替えのタイミングで何も考えずに夏服すべてを収納にしまい込んで、冬服すべてを表に出すのでは少しもったいないと思っています。せっかくすべての季節の服に触る機会がある衣替えなので、片付ける夏服、これから出す冬服、どちらも見直しを行いながらやるとクローゼットもすっきりできるのかなと思います。夏服に関しては来年に片付けを持ち越さないためにこのタイミングで手放し、冬服も使うところに入れる前に手放せるものがあるのなら一緒に手放すという形です。今日お話しする見直しポイント7点を確認して、気に入っている服だけを残すという考え方でぜひ衣替えしてみていただけたらと思います。服の見直しポイント、1つ目は傷んでいないかです。どんなに気に入っている服でも傷んでいたら手に取る機会は減ってしまいますよね。そういった服はどんなにデザインが気に入っていても、どうしても他の状態の良い服と比較して選ばれなくなっていってしまうので、手放しても良いのではないかと思います。これから片付ける服、今であれば夏服ならば生地が薄いものが多いので、生地が擦り切れていないかを確認します。これから出す服、今であれば冬服ならばセーターなどが多いかと思いますが、収納している間に穴が開いていなかったかと確認して、傷んでいたら手放すのが良いのかなと思います。服の見直しポイント、2つ目は今シーズン1回でも着たかです。これは今の時期で言うと夏服について該当する項目です。もしかしたら衣替えの時になって初めて持っていたことを思い出したという服があるかもしれません。この春夏に着なかった服はおそらくほぼ 100% 来シーズンも着ない服です。お気に入りだけを残すという観点からも、今の自分が心から好きと言える服ではないから今年は一度も着なかったということだと思います。来年になったら着るかもと思ったら、それは確実に手放して良い服だと思います。服の見直しポイント、3つ目は被っていないかです。色と形が被っている服は本来手放して良いと思います。毎日同じ色と形の服が着たいという私みたいな方であれば別ですが、そうでなければ同じような服を何枚も持っている必要はないのかなと思いますし、その中でもよく着る服というのは決まっていて、それ以外は着る頻度が低いということが
多いのではないかと思います。またすごく気に入っているので色違いで買った服や全く同じ服を2枚以上買ったという方もいらっしゃるかもしれません。そういった服は1枚はかなり着ているけれどもう1枚はそうでもないという場合が多いと聞きます。本当にまだ着たいと思えるほど好きなのであれば数を絞って取っておく方が良いかなと思います。また個人的にはですが役割が被っている服も手放せると思います。肌寒い時着るという服が2枚ある場合それは同じ役割を果たす服という意味ではどちらでも良いということになりますよね。デザインがどちらも好きということであれば残した方が良いですがそうでないのであればどちらかは手放せるかもしれません。夏服は片付ける前にこれからの時期の冬服は出す時に似たような色形の服はないか確認してみてください。服の見直しポイント4つ目はサイズが合っているかです。今の自分の体型に合わない服は手放して良いと思います。昔痩せていた時に着ていた服などに関してまた次のシーズンになって痩せたら着られるからというふうに取っておく方もいらっしゃるのではないかと思います。そういった服はもう手放して本当に痩せた時に着たいと思える服を買うべきだと思います。常に今の自分のサイズに合っているかだけを考えれば着ない服でクローゼットがいっぱいになるといったこともないのかなと思います。服の見直しポイント5つ目は手入れが面倒ではないかです。ブラシをかける、クリーニングに出す、アイロンをかけるなど手入れに手間がかかる服は出番が少なくなってしまいます。特にこれからの時期に着る服、今であれば冬服であればニットなどが多いと思いますが素材によっては毛玉がつきやすいので週1以上でお手入れする必要が出てくる場合もあります。そういった服は手入れが面倒なんだよなと思った時点で着る頻度が低くなってしまいます。お手入れをしてでも着たいくらい好きかというふうに考えると手放せる服も出てくるのではないかと思います。服を買う時点でもお手入れが大変でないかを考えれば買わないとか別の手入れしやすそうな服を買うという選択肢を取ることができると思います。過去にこの他にも私が買わない服としてこういった条件のものは買わないというふうにお話ししていますのでよろしければその動画もご覧いただけたらと思います。続いて6、7個目の見直しポイントは私が個人的に思うポイントになっています。服の見直しポイント6つ目は制服化できるかです。これからの時期に着る服、今で言うと冬服はこのポイントで見直すのもおすすめです。職業や生活スタイルによって制服化や定番化は難しいという方もいらっしゃるかもしれませんが制服化にはメリットがたくさんあります。店頭で選ぶ服が見る前からほぼ決まっていること、毎朝コーディネートに迷う時間を減らせること、服の管理時間がゼロになるなど、私は毎日同じ服を着ている、つまり制服化していることによってメリットが多いと感じています。過去に服が少ないメリットについてもお話ししていますので、よろしければ概要欄からご覧ください。
服の見直しポイント7つ目は、片付けるのではなく手放せないかです。これは特にしまい込む服、今であれば夏服に関して当てはまりますが、とびきりのお気に入りや本当に着たい服だけを残し、それ以外を思い切ってすべて手放すという方法です。これはやや思い切った方法かもしれませんが、実際に私がやっている方法に近いです。来シーズン欲しいものは来シーズンの自分に任せて、必要になったら買い足すという考え方だと、少しでも迷った服をすべて手放せると思います。実際私は去年の服着ていたダウンに関して比較的傷んでいたというのもありますけれども、今年の春先に手放しています。今はコートやダウンといった厚い服は1枚も持っていません。今シーズン自分が欲しいと思うダウンをこの冬にまた購入したいと思っています。片付けると考えるのではなくて、手放せないかと考える。これで残る服もお気に入りだけになるのではないかと思います。ということで、今日は衣替えに際しての服の見直しポイントについてお話ししていきました。ただなんとなく季節の変わり目になったから衣替えをするというのではもったいないと思っております。不要な服が多い中、服を出して入れ替えるのは時間も手間もかかって大変なので、気に入っている服だけを残すという考え方で取り組んでみていただけたらと思います。私の発信を見て部屋がちょっとでも片付いた、物を手放せたという方は、ぜひいいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。次回も私たち家族が最低限のもので暮らしているメリットや方法をお伝えしていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。